やり遂げたわ。ワクチンを返して、このがめついクソ野郎。返すものか。お前は金のなる木だ。俺は金が好きでね。ということで取引は進行中としよう。さあ銃を捨てろ。今までこれほど素晴らしいものを見たことがあるか。このデータはきっと高く売れただろうな。だがここは諦めるしかない。町はもうすぐ爆破される。己の命までは金に換えられん。健闘を祈る。ニコライ、ズル。ワクチン奪われた。ニコライ追って。君はどうするんだ。時間がない。行って。ここは任せて。わかった。いい、覚悟しなさい。今度こそケリをつけてやるから。電力が必要なの。生成した。
ワッチを持っていかれるわけにはいかない。カルロスが奴を止めてくれれば。まだ追いつける。奴を捕らえられる。そう返す約束だった。ダメ！自分が何をしたか分かってるの？知らん。俺は雇い主のアンブレラを潰せとの命に従ったまでだ。ミサイル着弾まであと10分。おっと、ミサイルが発射されたか。そろそろ行かない。お別れだ、ミス・バレンタン。忠告を聞かないからこうなる。撃てない。あなたにも当たる。早く撃て。ためらうな。他に方法はない。カルロス、言ったろ、俺のいない世界なんて寂しすぎるって。死ねるわけない。あいつどうする。なぜこんなことを。世の中何にでも値段がついてる。世界を燃やすことにもな。誰に雇われてる。教えてやる。逃がしてくれたらな。金はいくらでも払う。お前はバカだ。後悔するぞ。俺が死んだら真相は闇に葬られるんだぞ。それくらい明らかにしてみせるわ。ジル、大丈夫か？来たわ。包まれながらも寒気と虚しさを感じた。無数の命を奪ったのは怪物を作るウイルスではなく、他でも人間の欲望だ。ラクーンシティが灰になった代償を私が必ずアンブレラに払わせてやる。誰も私を止めることはできない。